歴史のマッチ第一試合をスタートします。 AU は歴史を作り、歴史は AU を刻む。それでは試合開始です。さあ始まりました。まずはこの5人の中から1人の勝ち。おっと早くも1人倒れた。さあ入り乱れているこのケージの中、リング上であります。誰が一体勝ち残るのか、誰が生き残るのか、それぞれの組の代表がその誇りをかけて戦っております。さあ倒れたら、おっと2人倒れた。2人が残った、2人が残った。はい、クリス・ペリー選手、クリス・ペリー選手と、はい、はい、赤い方、赤いオーストリアのどちらだろう。さあアンドレア選手ですね。アンドレア選手とクリス選手の、まずはセフィード神聖王国とバルトリ帝国が残っている。セフィードかバルトリか、バルトリエか。おっと、さあこの判断は微妙だ。どうなったか。はいはい、ダブルダウンだった場合はリファイトとなりそう。はい、死体は出とけと。今あのでは3名の選手は退場、そして最後残った2人同時に、はい、ダブルダウン、はい、そうですね、同時に倒れたためこの2人でリマッチ、はい、ね、この場合は伊藤さんポイントですか、それともどちらか。あ、これはラストマンスタンディングですね。極めて分かりやすい、最後に立ってる選手が勝利という、もう見てすぐ分かる。なるほど、ではこれは、はい、倒した方が勝ちということですね。そうです。セフィド神聖王国、そしてバルトリエ帝国、この2つが残った。はい、さあ始まりました、リマッチです。どちらが倒せばいいんです。さあ生き残るのはセフィド神聖王国からバルトリエ帝国か、倒れた方が負け。ユーザーの皆さんもハラハラドキドキして見守っていることでしょう。さあ組み合った、組み合ったぞ。クリス・ペリーかアンドレアス・シュトイバーか、さあどちらが倒すか。倒した、はい、アンドレアス選手。ということでラウンド1生き残ったのはバルトリエ帝国、アンドレアス・シュトイバー。さあ続いてはラウンド2を行います。先ほど勝ち抜いたアンドレアス選手、バルトリエ帝国の、ね、アンドレアス選手は、休んでいただきます。残った4人で続いては勝ち抜け戦となります。はい、クリス・ペリー選手やや、ダメージが残っているのでしょうか。クリス・ペリー選手何か問題ですか。クリスタイム、はい、クリスタイムです。さあではラストマンスタンディング、はい、ラウンド2であります。ここからまた1名が勝ち抜けとなります、はい、ちょっとまあアーマードチェックが入りますね。そうですね、はいはい、まだこの後命令もございますので、はい、ここで鎧が壊れてしまったりしますと戦う選手が減っていくわけですね、はい、なので、入念にチェックをしております。申し訳ございません。大丈夫そうです。中央に揃いました。さあ始まりました、ラウンド2。この4人の中から1名が勝ち抜けとなります。おーっと、まずは組み合っていった、激しい戦い。さあそれぞれ1対1のバトルとなっています。1対1バトル、おーっと2人が倒れた。そしてさあ最後残ったのはヤコブ選手ですかね、これ。はい、ヤコブ選手は、勝ちのヤコブ選手ということで、勝ち抜けはイズレン広告、イズレン広告代表のヤコブ・ブサキが勝ち抜きました。はい、ということでこの後ショートブレイク、ショートインターバルですね、ショートインターバルを挟みまして、はい、ヤコブ・ブサキ選手および先ほど勝ち抜きましたアンドレアス・ストイバー選手の一騎打ちポイントファイトとなります。
さあ、シーリヒーローズ英雄クロニクル決勝戦になります。この試合はポイント戦です。勝ち残ったのはバルトリエン帝国のアンドレアス・シュトイバー、そしてイズレーン帝国のヤコブ・クザク。さあ、またポイントがどちらが勝っているのかもわからない状況でありますが、さあ激しい戦い、ぶつかり合い。さあ、まずはアンドレアスが上から押し込め、上から押し込んだ。フィッタイ、はい、ヤコブ選手がダウンしたということで、クリーンスロー、はい、クリーンスローノータッチ、クリーンスローノータッチ、8ポイントが加算されます。さあ、アンドレアスに8ポイント、バルトリエ帝国に8ポイントが入っている。しかしまだポイントは分かりません。 OK。さあ、まだまだポイントがわからない状況ではありますが、まずは8ポイントをこのアンドレアス、バルトリエ帝国が獲得をしているのは分かっております。さあ、外国人にしてこの若冑を身にまとったヤコブ・ブザク対、そしてミステリアスパンターアンドレアス・シュタイバーの戦い。おっと、ヤコブの一撃がクリーンに決まった。ポールアームド、そしてメイザー&シールド、おっと、そして歓声が上がっている。アーマートラブルです。今、アーマートラブルが入りました。アーマートラブルですね、はい、すいません、ヨーロッパの選手の安全基準と日本の選手の安全基準がだいぶ違くてですね、うん、ヨーロッパの選手は良ければいいじゃんっていうそういう方もいらっしゃいますので、うん、特に、はい、あ、再開できるようです。さあ、それでは再開いたします。皆様お待たせいたしました。あ、はい、アンドレアス選手、お待たせしてすいませんの、はい、騎士道精神です。騎士道精神です、はい。さあ、では試合再開です。さあ、アンドレアス対ヤコブ、バルトリエ帝国対イズレーン帝国。さあ、アンドレアスが押し込んだ。おっと、ヤコブが反撃、ヤコブが反撃。しかしアンドレアスが押し込む。ストップ。さあ、ということで、バルトリエ帝国のアンドレアス・シュトイバー、そしてイズレーン公国のヤコブ・ブザク、一体勝者はどちらになったのか。はい、ヤコブ選手17ヒット、アンドレアス選手12ヒット、プラスアンドレアス選手は、クリーンスロー、ノータッチのプラス8カウントが合計されます。従いまして、クリーンスローにより逆転、アンドレアス選手20カウント、ヤコブ選手17カウントよって、アンドレアス選手のマイナービクトリーです。ということで、勝者はバルトリエ帝国代表アンドレアス・シュトイバー。さあ、ということで、バルトリエ帝国が優勝となりました。オットさん、いかがでしたか、今の戦い。バルトリエ帝国の、いや、すごい戦いでしたね。さあ、では、この後は表彰式を行いますので、はいはい、さあ、それではですね、この後ですね、表彰式を行います。では、オットさんよりアンドレアス選手に賞金が贈られます。はい、それでは、賞金、日本円で10万円です。はい、おめでとうございます。スティールヒーローズ、そして英雄クロニクル、勝者はバルトリエ帝国代表アンドレアス・シュトイバー。